マリーンズとしてはこの寺原のこう攻略というのはどういった攻め方をしていけばいいんでしょうね。まずストライクゾーンを狭めることですよね。はい、狭める。はい、どちらかというとそんなにきっちりきっちり来るタイプではないですからね。はい、2球目を打ったサブロー、風がある、風がある、取れません。これが今日のマリンの風、風速12メートル。スイオプはね、マリンのことはよく分かってるはずなんですけどもね。なんですが、それでもなんですね。まあ、一時期ね離れてましたからね、はい、そうですね、はい、今日試合前もしかしこういったあの守備練習、何度もこうボールを落とす場面が練習中もありました。イスンヨク